はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、大人気カードたちの価格がどのようになっているのか調べてみましたので発表していきたいと思います。今年でチャンネル登録1000人目指しております。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まず1枚目はピカチュウ AR です。メルカリでの高値では3万3000円での取引が見られております。購入相場的には2万8000円から3万円での取引が見られておりました。2枚目はミモザ SR です。高値では約3万7000円での取引が見られております。購入相場的には3万円から3万4000円での取引が見られておりました。3枚目はミモザ SAR です。高値では10万5000円での取引が見られておりました。購入相場的には9万円から10万円での取引が見られております。4枚目はキハダ SAR です。高値では約5万5000円での取引が見られております。購入相場的には4万8000円から5万2000円での取引が見られておりました。最後はシールドマリー SR です。高値では15万5000円での取引が見られておりました。購入相場的には8万円から12万円程度の取引が見られております。クレイバースト、スノーハザードの抽選結果が続々と発表されていますが、皆様の結果はどうですか？僕は現状全敗でございます。すごい泣きそうです。皆様の抽選が一つでも当たりますようによろしくお願いします。今後もポケモンカードに関する情報発信していこうと思っていますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。